皆さんこんにちは。JLPGA 競技員の中崎です。今日も正しくルールを学びましょう。今日はプレーの障害になる球についてです。ジェネラルエリアにプレイヤー A とプレイヤー B の2つの球がくっついてはいませんが、近くに止まっていました。B の球よりもホールの近くに球が止まっていた A は、自分の球はB のスイング区域かスタンス区域の障害になるだろうから拾い上げる必要があると勝手に判断して球にマークをし拾い上げました。すると B は A の球が自分のプレーの障害になるとは感じていなかったので、 A になぜあなたは球を拾い上げたのですかと尋ねました。 A は自分の球を拾い上げたことに罰を受けますか？A、無罰。B、一罰だ。正解は B の一罰だです。規則 15.3B カッコ2に、自分の球が別のプレイヤーのプレーの障害となる可能性があると、プレイヤー自身が考えただけでは、この規則に基づいて球を拾い上げることは認められないとあります。パッティンググリーン上に球がある場合を除き、プレイヤーが別のプレイヤーに要請されてもいないのに、別のプレイヤーのプレーの障害になると自分だけで判断して球を拾い上げた場合、規則 9.4 の違反となり、一罰打を受けることになります。